島第一原発の処理水放出をめぐり韓国の視察団が日本を訪れる中、ソウルでは放出に反対するデモが行われました。デモが行われているのはこちら日本大使館が入るビルの目の前です。こうしたようなですね、黒い海と魚を表現したというパフォーマンスも行われています。25日午後、市民団体が行ったデモでは、参加者らが福島第一原発の処理水の海洋放出について中止を求めました。また26日まで日本を訪問している韓国の専門家らからなる視察団についても、検証どころか日本に対して名分を作っただけだなどと視察の実効性を批判しました。また岸田総理のお面をつけた人物に対し、放出を容認する視察団を模したパフォーマンスも行い、抗議の意思を示しました。